輩が書いてくれたの？ああ、マスズと相談してカードを送ろうって話になってな、一緒に買いに行ったんだ。そうだったんだ。じゃあ二人からのお祝いってことだね。開けていい？いや、今渡したのはタマからので、マスズは多分後で自分のを持ってくる。そっか。でもなんで別々に？だって恥ずかしいだろう。他の奴らに見られちゃったら。アンズのことを思って何度も書き直してるうちにだんだんよくわかんなくなっちゃって。アンズは恋愛小説が好きだから中身はどうあれ喜んでくれるってマスズは言ってたけど。ごめん、やっぱそれ返してくれ。明日までに書き直してくる。田町先輩ってば。それじゃあ誕生日終わっちゃうよ。それもそうだな。読んでもいい？大丈夫、田町先輩が私を思って書いてくれたものならどんな内容でも嬉しいよ。そうか、じゃあいいぞ。どうしたアンズ、やっぱり何か変だったか？違うよ、嬉しくてつい心のこもったメッセージ、すっごく嬉しいよ。田町先輩、素敵なプレゼントどうもありがとう。よかった、喜んでもらえてたま本当に嬉しいぞ。アンズ、誕生日おめでとう。これからもよろしくな。